しまうところでした。もうテーブルマナーなんて関係なく、今夜も世界で一番変わっているパスタ屋さんだか創作料理店を目指してパスタを作っていきます。今日のコンセプトは、冷蔵庫の中に何もなくても余りもんでどうにかできるパスタ。いやー、ついつい買い物に行きたくない時もありますよね。そんな時にこのパスタを思い出して作ってみてください。オリーブオイルを少量入れたら、ここにニンニクを一かけ、半分にしたのを入れて、好きなだけ刻んだ生姜を入れてください。よっと。こんな感じね。で、分量はここから適当でいいんですけど、なんていうか、自分に嫌いなものを入れないようにしてください。一つまみ分のちょっと多めの青のりを入れて、でここに気持ち、だいたい小指の爪程度の柚子胡椒を入れます。ちょっと多かったな、俺の小指の爪がでかかったってことになっちゃうかな。そんなくだらないことは置いといて、これがね、あの何、いい感じに馴染むまでかき混ぜます。全体的に馴染めば OK。 そしたらここに、こいつバターを少し入れてあげてください。こいつをバチバチならないように弱火でぐるぐるやっていきます。少しシュワシュワしてるぐらいが、玉ねぎじゃないニンニクの香りがめちゃくちゃ立つ温度なんですよね。ニンニクに汗をかかせてあげるようなイメージでくるくるやります。そしたらここに弱火のままソーセージを入れちゃってください。あとはこれをぐるぐるやって絡めていけばいいだけ。簡単ですね。ちなみにここまでのポイントとしては、火をあまり強くしすぎないこと。油が多く入ってるんで、バチ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 跳ねて危ないです。極限まで弱い火で大丈夫なんですが、なんか何、ソーセージにうまく火が入んなくても火を強くしたりはしないでください。だいたいこの状態で10分ぐらい転がせばソーセージにも火が入ってきます。こんな風に切ったソーセージがぷくぷくと膨れ上がってくればもういい感じです。ニンニクの方も火が入ってホクホクになってきました。ヘラで押してあげると簡単に潰れるくらいです。あとずっと弱火にして中火とか強火にしない理由としては、繊細な柚子胡椒の香りが飛んでしまうので火は強くしないでください。こんなもんかな。茹で上がったパスタは和えます。少し水分が残ったパスタをこの中に入れてあげてください。乳化のために茹で汁を入れるって人もいるんですけど、油分が多いので茹で汁を入れるとバチバチになってしまいます。パスタの周りについた水分で今回は十分。これを全体が均一の濃さになるまで混ぜていってください。オリーブオイルが入ってどちらかというとペペロンチーノみたいな感じかな。これで OK。 あんまり炒めすぎてしまうと、さっき言ったように柚子胡椒の綺麗な香りが飛んでしまうので、さっとで大丈夫ね。こっからは完全にお好みなんですけど、ブラックペッパーを上からガリガリやっていただけるとめちゃくちゃ美味しく食べることができます。よかったら皆さんもスーパーに行きたくない時とかに試してみてね。
ただきます。おっと、写真を。うっかりサムネイル用の写真を忘れてしまうところでした。もうテーブルマナーなんて関係なく、パスタぐるぐるとやって、好きに食べてください。柚子胡椒と青のりの香り高い貧乏パスタの完成です。よかったら試してみてください。バイバイ。うん。ああ、うまい。